らっしゃいませ。本日はお顔剃りコース30分ですね。では準備いたしますので少々お待ちください。しました。お客様は本日初めてですね。お顔剃りコースは産毛を剃ることで化粧のりが良くなることはもちろん、肌の色が明るくなって美肌を実感することができます。それでは簡単に産毛の処理のポイントをご説明いたします。自身でお顔を剃るときはこちらのですね T 字カミソリよりも I 字の方が細かい部分まで剃れるのでおすすめです。お肌が敏感な期間はカミソリ負けしやすいのでなるべく避けるようにしてください。シェービングフォームを使わせていただきます。顔剃り後は湿らせたコットンでこの残ったクリームを優しく拭き取ります。
をコットンにたっぷり含ませて優しく押さえるようにつけます。化粧水の後はすぐにクリームを塗って、いつも以上の保湿を心がけるようにしてください。
粧水をつけます。仕上げのクリームを塗ります。終了です。またのお越しお待ちしております。